今日は、ライトゲーム、特にアジ、それからメバルを狙って、カツアジストレートで頑張っています。セッティングの方です。まあ、通常、頭の方から刺してやりまして、こういう形で、セットしていただいたらいいと思います。で、これでもまだ杭がちょっと渋い時なんかは裏技で、ちょんがけ、よく餌なんかでやるんですけども、先だけかけてやって、こういう形で、誘っていきます。もともとこの味付きの分っていうのが結構素材が硬くどうしてもなってしまうので、それを、まあ、補うためにちょんがけにすることによってかなり動きが出ますんで、これでかなり渋い状況の中でも魚を誘うことができます。おお、アジがいました。アジがいました、ね、今はこの内向きで、そうですね、本当のチブソやや上です。もう引かなきゃですね、僕近づいたらゲバルです。アジでございます。ポイント移動してです、すぐ来ましたね。いい味が釣れますね。ちょっとマシですよね。本当です ね、 なんかね、ここは群れがちょっと大きいのが揃ってるかもしれませんね。そうですね、これぐらいあるとちょっと納得できますね。本当ですね、さっきまでのメバルと比べるとこれの半分ぐらいですよね。当たりも大きく今ね、はっきり出てますけど、やり取りも面白いですよね。これは楽しいですね、このサイズに。で、使ってるのが今ワームがこのカツアジ。はい、そうですね。で、コギア、アクア、カツアジシリーズ。僕らの間ではもう、エサアジと。エサアジ。よく釣れます。もうエサに近いワームで。使えたんですか？アジ職人ですね。あ、アジ職人に。はい、おー。クリアで新しく出た、柔らかい素材なんで、はい、アジがかなり食いつきがいいです。あ、そうなんですね、はい、やっぱりね、このカツアジにしてもソフトで、はい、やっぱり餌と間違えて何回もバイトしてきますもんね。そうですね。で、最終のあたりはどんな感じでした？一気に食ってましたね。もうグンと柔らかいんで、やっぱり吸い込みがいいんで。あ、そうなんですね、はい、三好さんの方も大きいあたり出ましたもんね。ありがとうございます。今回、使いましたワームです。カツアジストレートの、この2色を中心に使いました。とあと、それから、アジ職人、この228っていうクリアのカラーなんですけども、アジにはかなり効くカラーです。で、素材がだいぶ柔らかくなってるんで、吸い込みもよく、アジには最適なワームになってます。で、あと、ちょっと連れ出したらこういう匂い、アジ付きの、ワームで、特にこういう下が砂地の状況のところは、まあ、個人的にはこういうピンク系、オレンジ系っていうのはかなり私自身は実績があるんで、まあ、対応しました。まあ、その結果やっぱりかなり数も増えました。で、あと、ジグヘッドの方ですけども、シラスヘッドファイン、アジなんかの、まあ、まあ繊細な釣りにはやっぱりかなりノリがいいになります。で、使ったウォートは 0.9g と 1g です。少しここは後ろの流れが速いのと、今日は少し風が強かったので、その辺でウエートの方をちょっと変えてみました。風になるときはやっぱりそこはフォートモードに行くので、1.4g ぐらいを使えばいいかと思います。